っかりお勉強してくるのよ。うん、分かってるよママ。今日は英語の塾だったわね。うん、寄り道しないでまっすぐ行くのよ。分かった？うん、心配しないでママ分かった。じゃあ気をつけてね。うん、じゃあ行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。久しぶりだな。久しぶり。何行くの？どう行くんだよ。学校行くんだよ。こう？ねえ、今から俺たち遊ぼうぜ。ダメだよ。学校行かなきゃいけないの。行かなくていい。いいからさ、遊ぼうぜ。ちょっとだけだから。ね、いいだろ。でも、だって学校行かないと。俺たちが遊ぶの嫌だろ。いや、そういうわけじゃないんだけど。じゃあいいじゃねえかよ。あ、そうだ、忘れ物した。いいからさ。ない。歩夢くん。こんにちは。こんにちは。ここ来たしね。こういうのがあって、何これ、何なの、何かの間違いでしょ。僕たちは止めたんだけど、なん。他にもこんなのがあるよ。一体どういうことなの。僕たち友達だから、あゆみにはこういうことやめてほしくて、うん、何回も言ったんだけどやめてくれなくて、うん、だからな、僕たちあゆみくんの学校に行って先生に言おうと思って。ダメよ、そんなことしちゃう。絶対にダメ。え、どうして。よかったら中でジュースでも飲まない。うん、入って。お邪魔します。お邪魔します。消しちゃダメだよ。そうだ。
本当親子揃って言うこと聞かないんだから。おばさん、このこと学校に行ったら困るの？困るの？僕たち知ってるんだよ。このことバレたらお受験ダメになっちゃうんでしょ？このこと秘密にしておいてもいいんだけど。え、本当に？うん。だって歩夢くんのお受験ダメになっちゃったらかわいそうじゃん。司くん、ありがとう。おばさん、そう言ってくれると嬉しいな。でも、その代わり…その代わりって何？パンツ、見せてほしいな。え、パンツ？うん。どうして？え、ダメなの？じゃあ、学校行こっか。うん、学校行こう。ちょっと待って。見せてくれるの？見せてくれるの？本当に。それで黙ってってくれるのね。うん。絶対に、よね。うん。あ、あやむちゃん、おかえり。ただいま。何でもないわ。おやすみ。おやすみなさい。ママ。え？何？いいけどさ。あ、ちょっと。いいからすぐ終わるからさ。すぐ終わってやるよ。すぐ終わるって何？何？あゆむさん、エロ本とか見たことある？エロ本？そんなの見たことないよ。エロ本って知ってるか？よくわかんないから。ちょっとさ、俺たちと見ようぜ。え、な、俺も持ってんだよ。いい、ちょっと押さえて、押さえて、押さえて。学校行くから、学校行くから。ちょっと、何する？待てよ、待てよ。俺も持ってんだから。いいから、僕見たくない。押さえてください。こういうのあるね。見たいだろ？いや、見たいだろ？見たことないんだろ？ああ、見せてやるよ。ね、ほら、ね、見たいだろ？ちょっとじゃあ、見せてやるから。ほら。そんな、すっげえだろ？何これ。すごいね。なんでこんなの持ってるの？特別なルートから仕入れたんだよ。特別なルート？これも持って。もう持つって、どうして？僕今これ読んでるんだけど。いいからさ、記念写真撮ろうぜ。記念写真？記念。いい、そういうの、なんで撮るの？いいから。久しぶりに会ったんだからさ。いや、僕もういいから、これ。はい、学校行くから。いいから、ちゃんと見なきゃ。ちゃんと持ってるよ。ちゃんと見ないと手にならないぞ。いや、いいよ、見なくても。痛いだろ。開けろ。はい、開けろ。記念写真。ほら、笑えよ。楽しくないもん。楽しい。笑わなかったら、あのことバラすからな。え、ダメだよ、司くん、それは。はい、チーズ。もっと点数しろよ。笑おう。行くぞ、はい、チーズ。ちゃんと持ってよ。2回だよ。よし、いいね。こいつ。全然まだ見てないの？見たから言うよ。なんで、見せてくれる
って言われた。俺たちの学校、なんで俺たちの学校。いや、多分気にしてるんですけど。でもさ、それよりさ、お前、カツアゲしたことある？カツアゲ？カラゲ？ちげえよ、バカ。なんか聞かんと食べ物じゃないの？ちげえ、カツアゲだよ。お金を取るの。お金を取る？お小遣い欲しいだろ。え、でもお小遣いはママが買える。欲しいだろ。欲しいって言うな。欲しいです。やだりな。じゃあさ、練習しようぜ。練習って何？練習しないとさ、カツアゲ上手くないねんだろ。何の練習するの？これが何か分かるか。なんでこの危ないもの持ってるの？いいからさ、これでカツアゲするんだよ。え、ダメだよ、そんなことしたら。やってるの？やってないよ。いいから、じゃあ、たくみはさ、練習相手にしてさ、バレなきゃいいの。え、俺たちの言うこと聞けないの？ほら、やれよ。どうすればいいの？たくみをさぞ振りするんだ。振り？うん、こうやってここをグッて持つんだよ。何？こんなことしたことないよ、僕。いいからするんだよ。もう練習だから。ちゃんとやったって顔しろよ。睨みつけりゃいいんだよ。あ、いいね。だいぶ悪くなってきた。あ、もういいよ。ほら、帰って。じゃあ、僕が学校行くね。お前だ。何？お前、今日お金持ってる？持ってるよ。なんでもらってるの？ないよ。今日ない。持ってない。だって、飲むからもらってるって言っただろ。いや、それもお小遣いの話で。お小遣いってお金だろ。ちょっと、これは、違うね。僕、今日参考書買わなきゃいけない。参考書いらねえだろ。いいだろ。やめるよ、勉強しなくちゃいけない。今日のこれ、俺たちの授業よな。いろいろ教えただろ。へぇー。今日いっぱい学んだんだな。じゃあ、もう学校行っていいよ。ちょっと、ここだって。また遊ぼうぜ。僕、お風呂入る。うん、分かった。じゃあ、準備してくるね。